アロハこんにちは、 DJ ソアレズメロージャム TV 聖剣伝説エコーズオブマナー。はい、事前ダウンロードでしてる方は多いと思うんですが、本日4月26日火曜日、事前ダウンロードですでにこうしてたので、アプリがここまで開けるようになりました。現在メンテナンス中ということで、明日発売、4月27日水曜日、明日からプレイできるということで、すごい楽しみにしてた聖剣伝説の新作なんですが、エコーズオブマナー、それ楽しんでいこうかなと思います。個人的には YouTube ライブで配信していく予定です。不定期配信にはなっていくと思うんですが、当日はがっつり配信していこうと思っております。で、 YouTube ライブのアーカイブは全て残していくので、アーカイブで見ていただける方もいたらすごい嬉しいです。そんな感じで今回聖剣伝説エコーズオブマナー、この素晴らしい音楽がアプリこう開けたら聞けるので、それだけでもすごい感動しますね。で、個人的に好きなタイトルは聖剣伝説3のリメイクですね。かなり面白かったので、その歴代のいろんなキャラクターをこう出会えるっぽいので、いろんな聖剣伝説の世界観楽しんでいきたいかなと思います。僕がプレイしたのは聖剣伝説1と2と3になるので、他のスピンオフの作品というのは触れたことがないんですが、まあ、これを機に触れるきっかけというかなる可能性もあるので、聖剣伝説の世界観、ゲーム性というか、この音楽とかをより深く楽しんでいきたいかなと思っております。そので聖剣伝説も今後また次回作が出てくれたらいいなと期待しつつ、個人的には聖剣伝説の次回作、こう聖剣伝説3のリメイクみたいな、あれをもっとあのゲーム感とかあの感じで出てくれたらすごいなと期待してるんですが、まあ、聖剣伝説このアプリのゲームで楽しんでいきたいと思うので、もし興味ある方ダウンロードして、明日正式リリースで、現在メンテナンス中ということなので、ただいま事前ダウンロード期間中ということで、サービス開始までしばらくお待ちください。で、2022年4月26日本日14時から2022年4月27日15時までということで、現在メンテナンス中ですが、明日今日明けて4月27日水曜日、 YouTube ライブで、まあ、結構ロング配信やろうかなと思っているので、遊びに来てくれたら嬉しいです。聖剣伝説の世界観一緒に楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。